皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。さて、よく組織では不祥事が起きるとトップから再発防止の通達というものが流れます。こういうことがありました、皆さん気を引き締めていきましょうという内容です。その内容を課長が職員全員を集めて読み上げるという光景、皆さんもよく目にすることがあることでしょう。しかしこれは心理学的、行動経済学的に見て労働生産性を下げるだけでほとんど意味がない行動である可能性が高いんです。その理由を2つに分けて考えていきます。まずは労働生産を下げるという観点からです。人間の集中力、理性というものは限られております。電話がかかってきた、人に声をかけられた、それだけで人間の緊張糸は切れて、それを取り戻すのに何十分もかかるということが研究によって明らかになっております。職員を集めて、そして悪いことはしないようにと当たり前のことをしゃべる、それを聞いて職員はそうか、悪いことをしちゃいけないのかとなる可能性はとても低いです。当たり前のことを言うためだけに労働生産性を下げている、あまり意味がない行動です。それでも課長の話が心に残って、職員が今後悪いことをしなければ効果があったと言えるかもしれません。しかしその話はいざという時に思い出される可能性はほとんどありません。なぜなら通達を読んでいるだけですので、人間の脳は通常的なものはすぐに忘れるシステムになっているからです。ではどうすればいいのか。労働生産性を下げずに職員が不祥事を起こさないようにするためには、紙を回していって、私は悪いことをしませんというふうにみんなで一筆を書かせる、これが最も効果的であると私は考えます。自分で書いたことというのはそれを破ってはいけない、いわゆるコミットメントに訴えかけます。そしてみんながそれを見ているからには、いざそれを破ろうとした時に自分の心にブレーキがかかります。そして何よりもそれは好きな時間にかけますので、緊張の糸を切らすことがないというメリットもあります。皆さんの職場でも取り入れてみてはいかがでしょうか。私の話はここまでにいたします。今日もご覧くださって本当にありがとうございました。